どうも、ブロです。今回はブラケットのリブを先付けする動画です。基本的には45度ですね。巻くときはなるべく高電流で溶接した方がビードが馴染みやすいです。高い電流でつなげてからクレーター電流でビードを整えて、プールが赤いうちに再スタートさせ進みます。オーバーラップが心配で低い電流でやる人がいますが、これだとビードが馴染まないです。必ず高い電流で巻きます。最終パスも角の溶け落ちが心配で低い電流で巻く人がいますが、ビードが馴染まないので、高い電流で巻いてからクレーター電流に切り替え、プールで角の溶け落ちを埋めながら巻く感じです。次は角度を45度にし、爆裂電気ですが約350アンペア 39.6 ボルトで下向き溶接していきます。脚長は等ミリ。意識することは等値角度を45度です。右のように傾けてしまうと不等の脚長になってしまうので、斜めから見たときにプール幅は14ミリが目安になります。プール幅を決めたらブレないようにキープします。アークよりプールを先行しないように溶接した方が、角がしっかり溶け、強度は間違いなく上がります。積み肉の場合、1パスで漏れるビードは13ミリまで。それ以上になると熱影響で脆くなりビード不良が起きやすいです。本来はおそらく電流もここまで上げるのはあまり良くないですが、積み肉に関しての電流値の規定は見たことがありません。今回使用した MG55 ワイヤーの適正電流はマックス350アンペアです。下向きはソリッドでもペタッとつきます。それでは空調服を紹介いたします。まさかの4つファンついてる空調服です。空調服の発展はさらなる進化を遂げていますが、こちらの空調服の最大の特徴は送風量です。なんと916立方メートルパーアワー。家庭用エアコンで300から600に比べてもすごい風量です。最近は30ボルトの商品も出てきていますが、高いのは服とセットで1万5000円から2万3000円くらいしますが、こちらは9297円で結構安いと思います。素材は綿 60% ポリエステル 40% です。綿 100% ではないので火には若干弱いですが、洗濯後の縮みは若干抑えられるんじゃないでしょうか。ファンの位置はこの辺りです。ファンはネジ式になっているので回すと脱着できます。あとこちらの配線をバッテリーとファンに取り付けます。電源の入り切りはボタン長押しです。風量調整は4段階あります。後輩にもらった古いタイプのファンと比べてみます。全然風量違いますね。バッテリーがどのくらい持つか実験してみます。ちなみに USB-A 対応なのでスマホなどの充電も可能です。約5時間半持ちました。 11V は約7時間。2着セットで買えば風量マックスでも残業できます。説明書は日本語で分かりやすく書いてあります。
種類も半袖タイプやベストタイプなどもあります。サイズ感はいつも着ているサイズより一回り大きいサイズでちょうど良かったです。こちらはインスタグラムの方に教えてもらい自作したエアクーレットです。エアーがない状況だとやはり空調服が便利ですね。ちなみにマックス風量とこちらのエアクーレットの風量同じくらいでした。ホームセンターに売ってる一番安いホースと他に三つ又タケノコとカプラあれば自作できます。熱中症対策グッズないともうやってられないですね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。